明けましておめでとうございます。競馬エイトの横山です。明けましておめでとうございます。佐藤です。早速有馬記念終わってすぐに金杯、すぐに金杯ですね。いきますか、はい、調教からね、はい、結構難しいメンバーだけどね。そうですね。佐藤は何が決めた、そうですね、まず関東馬では、うん、自分の担当ではないんですけれども、はいはい、ユールシンキング、ユールシンキング、はい、うんうん、もう引っ張り切りでね。そうね、はい、なんかいい頃の2枠に戻ってますし、悔しい、すごい伸びてるし、うん、なんかきっちり仕上がってきたなっていう感じ。そうね、1回使ってね、なんか走りがシャープになった感じで、はい、非常に手応えよく先着したね。これは良くなった感じあるね、はい、あとはね、俺はね、ロゴタイプがやっぱ良かったな、はい。まあさ、前回のお前のチャンピオンシップの時も良かったんだけど、今回はさらに柔らかみが増してさ、そうですね、まあ、直線入ってスッと手前変えてギアがググッて上がっていく感じでさ、はい、まあ本当いい頃のね、ダイナミックさ、そうですね、そういうのが戻った感じである。バネ感すごい感じましたね。そうだ ね、まあ、58キロのトップハンデなんでね、うん、この頭数なんでちょっと難しいと思うけど、まあ状態はね、いい頃に戻ってる感じするね、はい。あとはどう、マイネルミラノって中山校舎で上がり馬だけど人気だね。そうですね、うん、まあ、ちょっと手応えで見劣ったんですけれども、うん、まあ、外目回してウッドで65秒ですからね。そうね、その中間もね、すごい動いてますし、うん、もうこれはもう元気いっぱいで引き続き好調しかなって、ね、そうだね、反動もない感じだね、はい。あとはね、中山ナイトというのはまだ終わった感じがしないね。あ、今週も良かったですね。良かったね、はい、今週も本当抑えたままでさ、はい、11.6、はい、まあ、ポリですよね。いいな、闘争心が戻っていい感じだね、これは ね、 そうですね、ちょっと穴っぽいよね、はい。まあ、前回ちょっと副長のね、競馬見したんで面白いと思うね。あとはどう、関西馬もいろいろいるけど、まあ、関東馬でアイスフォーリスが、アイスフォーリスか、はい、この愛知杯使う、前日ですか、うん、朝にちょっと見た時すごくゴツゴツしたんですけど、はいはいはい、それがね、ちょっとなくなったんで、前回よりかは状態は上がってると思います。そうだね、テンポ良かったね、はい、すごいね、もともと結構動くタイプだけどね。まあ牝馬ではあなたね、唯一の牝馬か、これ ね、 そうですね、うん、あ、2頭いたね、ケアエレガントもいた、ごめんね、ケアエレガント、ね、どうですか、休み明けですけど、ケアエレガント、いや、ダメ、全然もうまだ待って、うん、反応がね、多分もともとこれね、マイク馬だけど、はい、今回あの感じじゃ多分花も切れないだろう。そうですね、うん、ちょっと大型馬でもう一多い欲しいかなっていう感じはします。そうね、一回使ってからね。あとはどうかね、マイネルフロストとかね、膝を大きく使って、あ、だからまだ、でも好調時の反応にはまだないかなっていう感じがしますけどね。 あとハンデが56キロっていうのはちょっともらいすぎだろう。そうですね、うん、このメンバーで、はい、あとね、ラブイズブーシェっていうのはね、ちょっと本命候補だったんだけど、あ、ちょっと煽られてたね、今週ね、褒められたもんね、天皇賞秋以来で、はい、有馬記念も賞金的に除外されて、ちょっとどうだろうな、ちょっと威圧感がなかったな、はい、関西馬でもよく見えたの、うん、名勝ナルトっていうのがね、3週連続の祭典7なの。これはどう、まあ、ちょっと夏のイメージがあるけどね、まあ、ストライド大きく使ってるし、うん、まあ、このまでにいいかなっていうような感じですね。そうね、中間早い時は結構出てるからね、うん、それを馬内でマークしててね、今週すごいリズミカルな動きでね、はい、まあ、展開的にな、ちょっと難しい部分あるけどさ、逃げ馬だからさ、まあ、状態が良さそうだね。ダメそうなのはいたよ、いろいろいましたね。アンコイルドってなんだ、全然首使えてなかったね、はい、これ全く良くなってない。あとクランモンタナっていうのも実績一応ね、夏場作ったけど、これもちょっと推進力なかったね。あとどう、バットボーイとかさ、ファッションダンスもバットボーイもよく見えなかった。ダメね、はい、全然体使えて走れてないね、はい。あとはね、ダメなのがね、ラブリーデイってこの人気の一角、はい、全く首全く使えてないですね、うん、こんな馬じゃないでしょ、はい、うん、まあ、初めに挙げた馬たちの争いになりそうだね。いずれにしても馬券は難しいよね。難しいです、ね、うん、なんとか当てて大根ですから、ね、いいスタートを切りたいと思います、はい、以上です。